綺麗な色ね、鮮やかな緑、鮮やかな綺麗な色が出るでしょう。はい、これで漬け込むだけ。チャラリンコクッキング、はい、チャラリンコ。はい、今日はね、オクラをね、安かったんでいっぱい買ってきました。結構ね、身がしっかりしてます。8本入って100円ですね。で、夏野菜もね、もう夏がね、8月も終わりに差し掛かって、夏野菜ってもう終わるんでしょうっていう人結構いますけど、9月も夏野菜美味しいです。実は出始めの夏野菜より今がね、一番オクラにしてもナスにしても味が濃くなくて今が一番美味しいですね。うん、意外と知らないと思うんだけど、このオクラを使って、浅漬け、塩漬けですね。はい、これすごく美味しくて最近僕がよく作ってます。これを紹介していきます。ネットに入ってるオクラを、板ずりというか産毛を取るときはそのまま手に塩取ってネットでこうやってこすって水洗いしちゃえばいいんだけど、これは袋なんで板ずりして、産毛を取っていきますと。まずはちょっとヘタを切っちゃいます。こんな感じでヘタを切っていきます。こう切ったところ、ここちょっとね、包丁でこう抜いてやるといいですけどね。こんな感じでやるとすごく綺麗で美味しくなります。食感が良くなります。やろっか、全部これやるとね、すごい良くなります、食感が。はい、したらね、今回はオクラ24本、ヘタの方をね、こうやって掃除したら、塩ですね。塩はもう適当にまな板の上にドヒャッとぶっかけてやって、はい、あとはこれをね、もうコロコロと、はい、これをすることでね、オクラの周りにある産毛が取れます。で、色が綺麗になるんですね、茹でた時に色が鮮やかになると。はい、こんな感じでいいね。うん、で、水で洗い流すんだけど、僕はね、水で洗い流さないです。もうそのまま茹でます。水で洗い流してもね、そのまま茹でてもね、結局一緒なんだよね。はい、じゃあね、適当な手鍋、うん、手鍋でいいや、お湯を沸かして、お湯の方がワクワクワクリンコをしたら、このオクラね、板ずりしたオクラを塩がついたまんまでいいんで、塩がついたまんま入れます。はい、オクラを入れます。はい、そうしたらね、また再びお湯の方がワクワクして、オクラを入れて再び沸いてから10秒ね。はい、さっとね、茹でてあげる。はい、こんなもんですね。はい、したらこれをね、すぐにね、氷水に入れます。はい、じゃあこんな感じですね。すぐに冷たい氷水、はい、これでね、氷水でね、締めてやる。で、完全に冷えるまで氷水に入れといてください。ほら、綺麗な色ね、鮮やかな緑、鮮やかな綺麗な色が出るでしょう。はい、これがポイントですね。完璧な下ごしらえですよ。はい、じゃあちょっとその間にね、この漬け込むタレの方、漬け汁を作っていきますね。で、これね、天然水、ミネラルウォーター 200cc、 これ使います。ヤマキの割烹白だし、鰹節の方ですね、ヤマキさんの白だし、
これ濃縮7倍タイプかな。うん、なんか書いてないや。書いてないけど、うどんで7倍って書いてありますね。山木さんの白だし。これをね、50cc。で、佐藤さん。佐藤さん大さじ2分の1。で、これ、米酢。ビニール入った。これ、大さじ1杯。大さじ1杯ですね。これね、日持ちさせるために唐辛子1本入れます。今回ちょっとね、赤唐辛子、乾燥のでいいんですけど、ないのでこれ、生の青唐辛子。これ入れても美味しいんですよ。で、日持ちするんで、まあ乾燥唐辛子とかね、輪切り唐辛子なんでもいいです。入れなくてもいいですね。まあ1週間ぐらい日持ちさせたい場合は、唐辛子入れてください。はい。で、これをね、一煮立ちさせますと。あと、塩ほんのちょっと。塩漬けっていうことでね、一つまみぐらい。塩ほんの一つまみぐらい入れてやります。はい、もう沸いてきたら OK ですよ。はい。で、もうあと砂糖が溶けて、OK。で、これ一回冷まします。で、ちょっとね、ここに、ここは僕のね、もうほんとオリジナル。これおかか、かつお節パック半分ぐらい。2グラムぐらい。ちょっと入れてやると。これ一袋だと多いんで、まあ大体ね、半分ぐらい。1グラム、2グラムぐらい。はい。これをちょっと入れてやると。はい。あとね、冷まします。冷まして、オクラと一緒に漬け込まないと、色がね、せっかく綺麗な、ね、この綺麗なせっかくの緑色が熱で色変色しちゃうんで、これを冷ましてから漬け込みます。漬け汁の方、余熱が取れたらまずね、このオクラ、冷たく冷えたオクラを、これ水気をよく切って、これタッパーに入れてやります。うん。はい、したらこの、まあ、余熱の取れたタレをかけてやると。はい、これで漬け込むだけ。じゃ、この唐辛子とね、おかかも全部入れてやりましょう。おろし生姜。これちょっとさっぱりとしたね、さっぱりとした風味がつくんで入れます。おろし生姜。さっぱりとした感じが出ます。すごく美味しいです。ね、本当にこのね、塩加減、このオクラの分量と、これ覚えておいてください。本当にうまいです。最強です。これすごく美味しいです。これはほんとやみつきになりますよ。ね、結構買うと高いけどね。これでうま塩漬け、完成です。で、これでね、冷蔵庫で、粉4度5度の冷蔵庫で、保存は約1週間、食べ頃は半日。うん、だからこれを、あとは蓋をして、冷蔵庫でね、半日冷やして食べてください。もうほんとね、やるで、半日経ちました。ちょっとね、1日ぐらいに、立っちゃった。うん。約ね、一日漬け込んだ、オクラのうま塩漬けでーす。うん、うまそう。まあ、これそのままね、おつまみにして、食べてもいいし、あとはサラダとかね、乗せてもいいし、刻んでそうめん、ぶっかけうどん、ね、いろいろアレンジできまーす。はい、じゃあ早速ね、これいただいてみたいと思いまーす。いただきます。冷えててうまい。じゃあ、このオクラ。オクラのうま塩漬け。はい。では、これをいただいてみたいと思いまーす。これ。うん。うん。ね、さっぱり。後を引く美味しさ。まだね、残暑が残る季節にね、ぴったりですよ。美味しい。これは、美味しい。最高っす。止まんないな、これ。刻んで納豆とか、冷ややっこ、ぶっかけそうめん、うどん、ね、あったかいご飯はもちろん、いろんなね、あとイカオクラとかね、イカの刺身と和えたりしてもいいですよね。うん。で、体にもすごくいいんでね、ベータカロティンに食物繊維もね、豊富な、このオクラ。たっぷり食べれます。うん。
ってことでね、今回は、このやみつきオクラうま塩漬け、紹介しました。本当にこれね、止まんない美味しさですよ。うん。で、サラダとかね、刻んで納豆やあったかいご飯、そうめんやね、うどんなど、いろんな料理にもアレンジできます。うん。あと、イカとかね、お刺身に和えたりしても美味しいです。いろんなね、もう料理のね、アレンジができるんで、非常に美味しいんで、ぜひ、作ってみてください。はい。ってことでね、このやみつきオクラのうま塩漬け、美味しそう。作ってみようかな。気になる、ね、少しでも思っていただけたら、ぜひ、チャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコ、お願いします。また見てね。